どうした？ま、舞子さんが！あら、いつきくん、いいところに来たわ。ねえ、翼ちゃん、そろそろだと思わない？何がですか？決まってるじゃない。翼ちゃんの単独ソロライブ。大々的に告知もする予定よ。やったな、翼。うん、でも、私まだ。自信を持つのよ、翼ちゃん。ペガサスのアイドルとして鮮烈デビューを果たした後も、握手会をはじめとした各種イベント、国民的清涼飲料水の CM 出演などなど、8年6期の大活躍。ファンの数も着実に増えていってるし、今や一流アイドルと呼んでも過言ではないわ。胸を張りなさい、翼ちゃん。今のあなたなら絶対にソロライブ成功させられる。しかも今回のライブでお披露目する新曲は、新進気鋭の作曲家沢藤先生にお願いする予定よ。沢藤先生って、あの沢藤大先生ですか？すごいのか？すごいどころじゃないよ。ミリオンを約束された男って呼ばれてるんだから、歌手なら誰でも憧れる作曲家だよ。私ごときが沢藤先生に曲を作ってもらえるだなんて。すごい人なんだな。もうすぐ来るはずよ。あなたたち、くれぐれも粗相のないようにね。いきなり。沢藤さんがいらっしゃいましたよ。今回の仕事はお断りさせていただきたい。ですが、以前お話しした時は翼のこと気に入ってくれたと。ダメだ、僕には他にやらなきゃならない仕事があるんだ。こんなゴリ押しのアイドルのまがいものに関わってる暇なんてない。そんな。待ってておくれ、あずさ。あずさ、君のためだけの新曲、灰色の死に化粧、もうすぐ完成だ。富士さん、様子がおかしかった。それにあずさって。はい、あずささんは誰なんだ？そのあずささんって。前川あずささん、少し前に活躍した伝説のアイドルだよ。沢富士さんが作ったデビュー曲「空はあずさ色」が100万枚の大ヒット、一気にトップアイドルとして上り詰めたんだ。天からの歌声って呼ばれるほど歌が上手で、私今でも大好きなんだ。今でも？うん、1年前に亡くなってるの、彼女。死因は病死ってことになってるんだけど、不自然な点が多いって。表向きはね、本当は食われたのよ。ミラージュにね、パフォーマーを根こそぎ食われて死んだの。当時キリアがすぐに討伐に向かったんだけど、アズサのパフォーマーを取り込んだミラージュの力は
凄まじかったそうよ。キリアでさえ圧倒するほどのね。あずささんは歌手としてキリアさんを上回っていたってことですか？そんな。なんとかキリアとサーリアが退けたけど、倒しきるには至れなかった。そのミラージュはまだ生きてるってことですか？ええ、そいつが再起のためにさらなるパフォーマーを必要としていたら、もしかしたら沢藤さんはそのミラージュに見入られてしまったのかもしれない。なんたってそのミラージュはあずさの才能をそのまま取り込んだようなやつなんだから。沢藤さんが危ない。敵は相当な力を持ってるはずよ。生半可な芸能の力では手も足も出ないわ。だからって放っておくわけにはいかないよ。行こう、いつきくん。沢藤さんを追いかけなきゃ。ああ。おぞましい気配。あの時と同じね、サーラ。この気配、屈辱、まだ覚えているわ。今度こそ呪い殺してあげる。翼、大丈夫？大丈夫です。必ず沢藤さんをその息を、行きましょう。どうだい、アズサ。
君のために作ってきた僕のこの新曲、やっぱり君は最高のアイドルだ。いいぞ、もっとだ、もっと私にパフォーマーを、力の源を。そこまでです。沢藤さんを解放してください。新しいファンが来たようだな。もてなしてやろう、彼が作ったこの新曲でな。前川あずさ、曲は灰色の新衣装。演奏を込めて歌います。これじゃ身動きが取れない。この歌声、以前よりも強く。あの歌声を打ち消すには、やはり同じアイドルである翼の歌じゃないと。そんな、やっぱり私には無理です。だって相手は伝説のアイドルなんですよ。その通り、彼女は前川あずさ、天からの歌声。お前なんかに敗れるもんか。だったら翼が新しい伝説になれ。いつきくん、今のあなたになら必ず超えられるはずよ。身につけてきた技術を、これまでの経験を、そして思いの強さを信じて。シーダ、歌って。翼、あなたの歌を。沢藤さんも、そして囚われた彼女の魂を救うために羽ばたいて。翼、オリベ翼、18歳。曲はフィール、心を込めて歌います。この歌声は…そんな…バカな…私の歌声が…嫌だなんて…だが…まだこんなものでは…行くぞ、翼！うん、絶対に沢藤さんを助けるんだ。任せた。仕方ない。行け、任せろ。
行くやろ。私も次さあ倒れてください。絶対に許さない。今の翼なら失敗しないといいな。吹き飛べ。俺から行く。キリアさん、援護、行くわ。ヤシロ、あとは頼んだわよ。行け、任せろ。繋いでくれ。私も守り、続きます。やったー。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。繋ぎなさい。光の刃、これだな。みんな、ついてきて。どんどん行こう。はぁ、行けるわね。繋ぐぞ、繋げ。ギャビ、今よ。私だって俺や！いいぜいいぜ！死ねえ！うわ！次は今のチャンスみたいよ。見切った！この日を逃すぞ！私から行くね！どんどん行こう！はぁ？任せるわ！あぁ！投げ！私も！今よ、私だって。ナイスコンビネーション。いいぜいいぜ。沢藤さんは絶対に助ける。よし、みんな無事か。つなぎなさい。この間合いならやった。セッション行きます。続いてください。グッ、お願い。任せておけ。やれ。やり、次さあ、ナイスコンビネーション。いいぜいいぜ。私に完成の二文字はないわ。バッチリ合わせるからね。ほとばしれ。これね。俺から行く。頼んだ。任せて。この隙に。仕方ない。行き過ぎだ。ナイスコンビネーション。行けるか。ギャビ、次、遅れずに。なりました。それ取ってこーい。うわん、おお、よくできました。ありがとう。助かった。俺から行く。もう一つおまけ。この隙に繋いであげる。いけるわね。繋ぐぞ、次だ。私も
次おりゃそんな、この私が伝説のアイドルたるこの私がこんな小娘に敗れるなんて伝説のアイドル前川あずささんですあなたなんかじゃありません小娘これで一区切りね俺のとっておきだ受け取れトーマさすがだ。いいか。我が力、受け取れ。やったな。いいか。状況だったけど全力で歌えてすごく気持ちよかったそうか私歌が大好きだの全力のステージ見事だった素晴らしい実に素晴らしい歌声佇まいオーラまさに究極のアイドル全てのファンの思いを受け入れる無限の器このボーガの境地はもはや悟りこれぞアイドルの本質偶像の真髄人の身にありながらよもやここまで織部翼はい君の新曲ぜひ僕に書かせてくれないかかな落着してないよ私ソロライブに向けて練習しなきゃそれじゃ戻ろうかあずさようやく僕も前に進めそうだどうか彼女のことを見守ってあげてくれ。
が集まっ。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。シーダ。翼。やあ。初のソロライブ、晴れの日じゃない。記念の日だからどうしても言っておきたかったの。そっか、いよいよね。うん、まだ実感湧かないけど、ようやくここまで来たんだなって。ここまで違うでしょ、翼の道はここから始まるんだから。シーダ、そうだね、頑張ってね翼。晴れの大舞台、私も楽しみにしてるわ。はい。Yeah.
往年のあずさを思わせる清楚な立ち姿、にじみ出る母性、少女性、神々しき歌声、彼女の魅力は類型化不可能。新時代の到来、アイドル革命、最も新しいアイドル伝説が今始まる。織部翼。はい。君のステージ最高だった。次の新曲もぜひ僕に書かせてほしい。相変わらず変な人だ。そうだね。だけど沢藤さんがあそこまで褒めてくれるってことは、それだけ翼が期待されてるってことじゃないか。そうなのかな。でも私はあずささんの思いも託されたんだと思う。だからそれを受け継ぎつつ、自分なりに新しいものを作っていけたら、そう思うよ。責任重大だな。うん。ところで翼自身はどうだったんだ、初めてのソロライブを終えて。うん、うまく言葉にできないんだけど、すっごく楽しかった。いつもキリアさんはステージの上でこんな気分だったのかなって、今ならわかる気がするよ。そっか。あのね、その樹くんがここまで連れてきてくれたんだよ。だからありがとう。こちらこそありがとう。翼がこうやって駆け上がっていくのを見ているのは、なんていうか胸が熱くなった。ありがとう。いつきくん。いや、私の方がより一層一段とありがとうだよ。だっていつきくんがそばにいてくれたら、私無敵だもん。そうなのか。でもね、いつきくん、私まだまだ満足してないよ。これからもっともっとたくさんの人に私の歌を聴いてもらいたいんだ。そのためにも私もっともっと頑張るよ。だからこれからもそのそばで見ててほしいな。もちろん、いろんな意味で目が離せないしね、翼は。うん。ネジフォーム。
のカルネージを強化するには、私に力を貸して。私に力を貸してください。数日スケジュールの関係でエネルギーを補給する行動をとっていない。状況が全く読めないんだけど、つまり何日もご飯食べてないってこと？今までどうしてたの？芸能以外の雑事は全て付き人に任せてきた。その付き人ってのはどうしたの？解雇した。俺のフォルトナ遺跡に反対したからな。教えてくれ、葵月。お前たちは普段どうやって飢餓状態から脱しているんだ？飢餓状態っていうのは大げさだけど、小腹が空いたらカフェかな。あとはカフェだな。なるほど、了解した。
守り？どう？問題ない。これからはここに来ればいいんだな。そうだけど、無知すぎるにも程があるだろう。必要に駆られなかったからな。俺はこれまで自らの芸を磨くことだけを考えて生きてきた。八代さん。それに誰にも教えられなかった。そうか、八代のお父さんは。父がいたとしても状況は変わらなかっただろう。芸のみを磨け、そう俺に教えたのは他ならぬ父だ。八代のお父さんらしいというか。故にそれ以外のことは不要だ。不要じゃありません。何？なんでカフェでここまで出てくるんだ。なんだこれ。八代さん、表現者にとっても食事は大切なことです。料理番組、旅番組、ドラマの役で必要になるかもしれない。だから決して食事は不要なんかじゃありません。八代さん、何を食べても無表情、とってもつまらなそうです。食事風景では誰も楽しめません。失格だと思います。あ、ごめんなさい。私。よかろう、源守。お前の言うこと確かに一理ある。だったら食レポなんてどうですか。ご飯を食べて感想を言うんです。では早速やってみよう。と言いたいところだが、勝手がわからん。青い月、まずはお前が手本を見せろ。そのラーメンを食べてみよう。俺が？分かったよ。どうだ？濃厚なスープが麺に絡み、絶妙なバランスを醸し出している。魚介系か。口に入れるだけでとろけるチャーシュー、シャキシャキとした歯ごたえが嬉しいメンマ。うまい。カフェでこれだけのラーメンが食べられるなんて。って感じでどうかな。おお、なかなかの表現力だ。なるほど、これが食レポというものなのか。では次はこのショートケーキだ。私も聞きたいです。わかったよ。どうだ。スポンジのふんわり感、そして丁寧に泡立てられたクリームの柔らかな舌触り。春の日だまりのもと、暖かいお布団の中で二度寝しているみたいだ。いちごも新鮮で、程よい酸味がケーキ全体を引き締めている。これは美味しいって感じでどうかな。うん。八代さん、大体わかったぞ。食レポの極意、それは見る者の舌にその味を伝える圧倒的な描写力、そして見る者の心に訴えかける怒涛の表現力。
糸だけで掴んでしまうなんて。この程度朝飯前。今食べたの昼飯だけどね。今俺のパフォーマンスに新たな境地が開けた。この感覚を我が物とするため、早速さまざまな料理に向かってみようと。ではな。お買い上げね。毎度あり。さす。毎度あり。
それじゃ。行くよ。レディアントユニティ。まだまだ通過点。ナバール。なんだ。俺が飢えていた時、貴様はどうして黙っていた。俺が何かを言ったとしても、状況が好転する見込みはなかった。だから黙っていた。そうか。俺も食事という行為に必要な滋養分を摂取するという以上の意味を見出したことはなかった。だがこのような向き合い方もあるのだな。これだから芸能というものは面白い。ああ、まだまだ学ぶことがあるようだな。俺にもお前にも。そのようだな。マモリン、今日はね、川村屋の肉まんを作ったんだ。ちょっと味見してほしいな。もちろんだよマモリン。どうかなヤシロくん。これはお布団のような饅頭の優しい食感。しかしそれはまやかし。その後に不意打ちのようにほとばしる肉汁の絨毯爆撃。これはもはや味のバトルロイヤル。口の中で繰り広げられる手に汗握る攻防戦。うまい。うーまーいぞー。すごいやマモリン。やっぱりレンチンは魔法だね。僕の心の温めもスイッチオンだ。すごいな。まるで食べ物に興味がなかったヤシロが嘘みたいだ。本当です。私もびっくりしちゃいました。お前の手本を参考にさせてもらう。ヤシロの方がずっと良かったよ。当然だろう。なぜなら俺は一流だからな。あの後、古今東西のありとあらゆる料理をひたすら食べ続けた。おかげで20キロほど体重が増加したのだ。そんなに？だが、20キロ太ったのなら20キロ痩せればいい。簡単な話だ。それが一流の芸能人。そうだ青い月、それが一流の芸能人というものだ。
青い月。なるほど。